今回は1年生を対象に実施いたしました。今回は現代社会の授業で実施いたしました。今後につきましては次期学習指導要領で行います公共の授業の大項目 B であったり家庭科や情報の授業、そういった授業でも展開が可能かと思っております。今回は40分間で行いました。今回の授業の目的はこのリーフレットを使って契約とはどういったことか、さらには契約を結ぶ際に気をつけること、実際にトラブルに遭ってしまった場合にはどうすればよいかということをリーフレットを使いながら学習を深めていくことを目的に授業を行いました。例えば1年生で実施する場合にはまだまだ契約といったものに対しての理解が不十分かと思いますので、その契約の基本的なことから学び、そして高校生活の中でも行うさまざまなトラブルに遭ってしまった場合にどうすればよいかということを学習することができます。科目につきましては公民科目でもできますし、家庭科や情報、さらには総合的な探究の時間、そういった授業でも扱うことができると思います。さらに2年生3年生と学年が進んでいく中でも扱うことができると思いますし、特に3年生においては卒業した後進学もしくは就職で社会に出ていく生徒も少なくありません。そういった中で実際に社会に出た際の契約ということをさまざまな教科、さまざまな角度から学ぶことができると考えています。授業の構成についてはまず1ページ目の導入、そして2ページ目から4ページ目までの展開1、そして4ページ目のワークを挟み、後半の展開2は5ページ目から7ページ目までは使いました。そして8ページ目はまとめとして最後のまとめを行いました。前半の展開1の部分ではまず契約とは何かといったことを知識をしっかりつけさせることを目的に行いました。そしてワークでは契約を結ぶ際のさまざまな主体と契約を結ぶことについて考えさせ、後半の展開2では実際に契約を結ぶことについて得た知識を活用させながら契約を結ぶ際に気をつけること、実際にトラブルに遭ってしまった場合の対応、そういったことを学習しました。その上で最後のまとめでは実際に18歳成年年齢を迎えて契約を結ぶ際に気をつけることを学習のまとめとして行いました。今回授業を行う上で留意した点は3つあります。1つ目はリーフレットの内容をスライドを使いながら扱っていった点です。実際にリーフレットを見ながら授業を行いますと生徒の視点が下がってしまい、そこからなかなか理解が進まないことも多いのですが、今回リーフレットの一部をスライドを使いながら扱い、生徒に顔を上げさせることで、そのことによって生徒が真剣に取り組み、契約という少し理解することが難しい内容も理解することができていたと考えています。次にリーフレットの構成に関して、リーフレットの構成の色分けを意識し、この場面ではこういったことを学ぶということを意識して授業を行いました。具体的には前半の展開1ではまず契約に関する知識をしっかり身につけるということを行いました。そして真ん中のワークを挟み、後半ではその知識を活用して契約に関する理解を深めていく、そしてまとめにつなげていくということを行いました。そのことによって生徒はそれぞれの場面で学ぶべきこと、理解すべきこと、取り組むべきことがよく理解しながら学習を進められたと考えています。実際に生徒のアンケートを見ましても、難しい契約の内容だったがリーフレットが分かりやすく、それぞれの場面で契約に関してよく理解できたであったり、これから取り組むべきことを理解できたといったような回答が目立ちました。最後に授業を行いながらリーフレットの問いを使い、生徒に発言させたり考えさせたりしながら
生徒の考えを全員で共有していくという取り組みを行いました。これは具体的にはワークを行う際、どの主体から購入するかといったときに、ある生徒はこの主体から買った、別の生徒は違う主体から購入した、その違いはどこにあったのかということを比較しながら、そしてクラスで共有しながら学習を進めました。そのことによって、契約と一口に言っても、それぞれの条件、考え、場面によって契約を行う主体が異なってくる、さらには契約の内容も変わってくる、だからこそ契約に関してしっかり内容を確認し、よく理解してから結ばなくてはいけないといったような生徒の回答も見られました。より長い時間で授業を行う際には、特に真ん中のワークの部分で工夫ができるかと考えています。今回の授業においては、ワークに取り組ませてどれを選ぶのか、そしてどれを選んだかということを何人かの生徒に発表させました。しかし、時間がある場合には、自分が選ばなかった契約主体に関しては、なぜそれを選ばなかったのか、どういったところがデメリットとして考えられるのかといったことを考えさせたり、さらには3つの主体から契約することができるとすれば、それぞれの主体に関して生徒全員にどれを選んだのか、そしてその理由は何かを黒板やホワイトボードに書かせ、それをクラス全員で見ながら、なぜこの契約主体には集まったのか、なぜこの契約主体はあまり集まらなかったのか、そういったことを考えながら、契約を結ぶ際に気をつけるべきこと、そういったことをより深く理解していくことができると思います。そういった意味で、このワークの部分でさまざまな視点から比較検討を行うことで、より深みのある授業ができると考えています。より発展的な授業を行う際には、例えば外務の専門家の活用が考えられます。リーフレットは同じものを使いながら、例えば法律の専門家の方からリーフレット以上に深い法律面からの契約に関するお話をしていただいたり、さらには消費者行政に関する方からより深い契約に関するお話をしていただいたり、さらには現在契約というのはインターネット上での契約も増えています。そういった意味で、インターネット上で契約を行う際にはどういった点にさらに気をつけるべきなのか、そういったそれぞれの専門家の方から得られる知識を使いながら、リーフレットの内容をさらに深めていく、知識を増やしていく、そういったことがより発展的な授業ではできるかと考えています。そういった意味では、リーフレットを使った外部の専門家の方による講義というのが一つの方法かと考えています。生徒に授業が終わった後にアンケートを行いました。その結果を見ますと、まずリーフレットの内容そのものに関しては、全員の生徒がよく理解できた、ある程度理解できたと回答してくれました。また生徒の自由記述の内容を見ますと、18歳を迎える前に契約を結ぶことに関してよく理解できた、これから気をつけなければいけないことがよく理解できたといった感想や、18歳になる前に理解ができてよかった、そして気を引き締めなければいけないと感じたといったような気持ちをしっかりと引き締められたといった意見も見られました。今回授業を行いまして、このリーフレットの特徴の一つである見開き1ページでさまざまなテーマを扱い、最初の契約とは何かというところから内容を深めていき、契約を結ぶ際にどういったことに気をつければいいのか、そういったことが授業をしながらよくまとめられている冊子だということを感じました。こういった冊子を使いながら授業を行うことについて、現場ではなかなか重要なことでありながら時間がなかったり、さらにはこういった分野に詳しくない先生も少なくありません。そういった意味で、教育現場でこの内容を扱う中で生徒の学習を補ったり、生徒の理解を深めるといった点で、この冊子は非常に貴重な存在であるということを感じました。
自分が思ってる以上に契約のその責任の重さが改めて自分が思ってるより重いものだということが分かりました。悪い人に騙されたり自分に損があるような事態にならないように契約をする際に契約書を確認したり、分からないことがあったら納得するまで聞いたり、自分ができる最低限のことでもしっかり聞いて確認してよく考えてから契約するようにしたいと思います。契約について自分自身今はあまり接点がないなと思って軽く考えすぎていたのですが、もう来年再来年で18になって成年するっていうことを考えて、自分も他人事じゃないなと思って改めて責任を持って行動することを大切にしていきたいと思いました。トラブルが起こった際の解決の方法だとか、そういう話が印象に残りました。しっかりと内容を確認して、自分が不利にならないような条件がちゃんとあるかとか、そういう確認をしっかりしたいなと思いました。やっぱり年齢が近いっていうのもあるんで、あと2年、僕16歳なんであと2年で18なんですけど、やっぱり年齢がとても近くて、やっぱり不安がすごく大きいです。そうですね、やっぱり話を聞きながら読むっていう感じもめったにないので、すごく理解できたなと思ってます。自分の知らなかったことをもっと深めたいなって思ったり、知ってることをもっと知りたいっていうふうに思えるようになりました。